皆さんこんにちは、遠藤です。6月15日水曜日、大引けを迎えました。今日のトレードは皆さんいかがでしたでしょうか。今日の日経平均は FOMC の結果を前に4営業日続落、大幅続落となりました。朝方マイナススタート後は高安切り下げる展開が終日継続、場中買い戻されても上値重く売られる展開となり、ほぼ安値引けとなるマイナス303円の 26,326 円で着地をいたしました。先週末からお伝えしております積極的な買いはまだリスキー、そして今後の下落余地ありの状態がまさに今の継続していますので、安いから買いという思想がいかに危険かをご理解いただけたのではと感じています。テクニカル面ではですね、この日足チャートにおきまして、日足3空後の一段安、昨日の下髭を割り込み、明日たとえ反発したとしても上値の重い展開が今後想定をされます。週足チャートでは下向きの移動平均線の下にローソク足が1、一目均衡表は三役逆転中となっております。以上から明日の戦略としては、スイングであれば引き続きトレンドが成立している銘柄への短期戦、または日をまたがないデイトレードにて本日の注目銘柄のようにスピード感を持ってトレードをしていくことをお勧めいたします。さて、まずはじめに昨日挙げました本日用デイトレ注目銘柄の振り返りを行いまして、その後明日用の注目銘柄を紹介いたしますので、最後まで見逃さずにご視聴いただけましたら幸いです。今日注目銘柄6銘柄で臨みました。4334ユークス、4587ペプチドリーム、2433博報堂、4755楽天、8698マネックス、2651ローソン、そのうち終日通して1銘柄ですね、エントリー化となっております。それが4755の楽天、こちらになります。今日一段安となりました。昨日以上に場中動いている銘柄となりますが、この楽天の朝方の空売りということですね。こちらナイストレードということで、大きな利につながらなかったとしてもしっかりと利を獲得することができたということですね。で、他ですね、8698マネックスの空売り、今日も一段安となっておりますが、あと2433博報堂の空売り、こちら2銘柄とも一段安となっておりますが、今日はポイントなく推移しております。その他3銘柄、4334ユークス、4587ペプチドリーム、2651ローソン、こちらはエントリーポイントなく終えております。今回ナイストレードとなった方、期待利益よりですね、利益少なかったという方、または同値撤退、プラマイゼロの方ですね、明日以降も毎営業日トレードチャンスありますので、焦ることなくじっくりとそのチャンスを待って冷静に判断していきましょう。改めまして本日注目銘柄で利益確定された皆様、おめでとうございました。お疲れ様でした。次に明日用の注目銘柄についてご紹介いたします。明日用の注目銘柄は現在7銘柄ほど見ております。一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目、回線ネックですね、4814ネクストウェアです。前日ストップ高、そして今日一段上げての連日ストップ高で終えております。今日激しく動きましたね。283円プラス 39.40%、 出来高112,900株となっております。本日宮古町の成り行き買い注文分9435,200株を残した状態、明日もストップ高となる可能性がありますが、まだ明日にならないとやっぱり分かりませんので、こちら一応回線ネックということで見ていきます。朝方からもストップ高買い気配ということであれば、この銘柄は買いではなしということで見ていきます。2つ目、今日いろんなストーリーありましたね。5032エニーカラーです。プラス1000円、14.92% のプラス、出来高246万2900株ということで、こちら私も本日ですね、空売りの方でトレードさせていただきました。1日用の売りですね、朝方ストップつけてからの下げの場面ということですね。チャンス、ワンチャンス取ることができたということで終えておりますが、こちらは買い戦略ということで見ております。で、1日用の空売りが今日途中からできなくなっておりますけれども、明日ですね、貸し株残あるかどうかによってまた変わってきますので、明日ストップ高でスタートすることがなければですね、
どちらでも対応可能となりますが、一応改善略ということで2位から見ていきましょう。まあ、決算内容が良かったと、4月期決算が非常に良好だったということになります。3つ目、6630ヤーマンの改善略となります。まあ、売りでも見ることができます。両方ですね、買い売り両方で見ることができます。プラス 12.82%、 出来高541万800株となっております。さらなる一段高ということで上げております。今日541万800株、上にも下にもヒゲつけておりますね。まあ、このヒゲをどちらに消化するかどうかということで、こちらヤーマン見ていきたいと思います。4銘柄目、また再び出していきます。2492のインフォマートの空売りです。今日上ヒゲ陰線マイナス 5.73%、 出来高176万1000株となっております。もう一段の下げが加速するかどうかですね。こちら見ていきましょう。まあ、買い超の銘柄となっております。まあ、売りも増えているということですね。無理だけはしないということで、定価分見ていきましょう。5銘柄目、3182オイシックスラ大地。今日はマイナス 4.50%、 出来高105万6200株となっております。まあ、先日こちらオイシックスのお試し注文をして届くのがもうするということで楽しみにしております。今日1台にはさらにですね、今日のヒゲ、まあ、ちょっとつけておりますけれどもね、その安値を割り込んでいけるかどうかに注目をして、オイシックスラ大地、こちら見ていきましょう。6銘柄目、6532ベイカレントコンサルティングです。今日31,650円ということで一段安となりました。こちらも、まあ、スイングの方はですね、もうほぼほぼ利益確定されていらっしゃるということで、こちらデイトレの範囲出しておりますけれども、出来高は33万6700株、マイナス 4.09% となっております。まあ、改ざん信用で見ていただきますとですね、赤雲を崩れてからダラ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 ッといい形で動いてきております。またさらなる一段安を期待して、こちら売り戦略で見ていきましょう。そして最後です。6098リクルートホールディングスです。日経平均採用銘柄の空売り、今日はマイナス 3.71%、 出来高が744万7600株となっております。今日上髭陰線、まあ、昨日ですね、下髭陽線ということで置いておりましたが、今日は上髭の陰線ということで、今日の安値どころをさらにリクルート割り込んでいけるかどうか注目して見ていきたいと思いますが、こちら4000台で1円刻みの銘柄となっておりますので、まあ、板の状況を見ながらですね、100株200株とかできれば多くですね入っていただきたい銘柄となります。なかなか1円刻みの銘柄っていうのがですね、最小単元入っても全然利が出ませんのでね、複数株必ず入っていただくことで空売りを行っていきましょう。以上7銘柄となります。これらの注目銘柄と合わせ、皆さんご自身でチェックされている監視銘柄ですね、チャートと板を見て判断しながら、欲を出さず冷静にトレードしていきましょう。また株式投資オンライン講座ですね、現在無料にて公開をしております。こちらになります。価値株式株の最短攻略法ですね、動画講座は全7回分となっております。まあ、30万円の軍資金で月5万円稼ぐとこういうことを、まあ、最低限、これぐらいは取っていきましょうということでですね、まあ、軍資金にもよりますが、月500万円以上稼いでいる方もいらっしゃいますし、100万円以上を稼いでいる方、20万円以上稼いでいる方、30万円以上稼いでいる方、普通にいらっしゃいます。こちらこれからですね、株を始めてみようと思っている方、あとは株式投資経験のあるもののなかなか勝てないから、投資関係の商材に騙されてしまったという方にとりまして、間違いなくプラスになる内容となっております。概要欄のこの URL よりですね、メールアドレスを登録するだけで、その日から動画をご覧いただける内容になりますので、このオンライン講座無料ですので、ぜひこちらご登録ください。初めましての方や悩んでいる方、迷っている方は、まずこの動画講座で行動に移していきましょう。皆さんのご受講をお待ちしております。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録とですね、今回役に立ったという方は、ぜひ高評価ボタン、このボタンですね、押してください。お願いいたします。なお、明日は全場デイトレ生配信が8時45分からありますので、会員様はしっかりと利益を積み重ねていきましょう。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。では、またお会いしましょう。失礼いたします。